2024年6月3日、撮影許可いただいて、JR 神戸駅で撮影させていただいてます。よく横にスライドするようなものがありますけども、まあ、こちら神戸の方ではこういうふうなロープ、軽いものを使って、上下させて、安全性を確保とかしてるんですけど、こちらないんです。神戸、JR あの神戸駅でもないんですよ。もともとテレビのニュースで、ね、以前の内容のものを何回も放送してるっていうケースが多くて、なかなか転落する人なんかまずいません。人が密集すれば密集するほど、まあ、誰かがね、気づいたりとか、まあ、助けに入ったりとか、することあると思いますんでね、まあ、その辺のところ人信用していただいたらいいんじゃないですか。こういう、まあ、かなり神戸駅って、まあ神戸の中心地三宮に近いところで結構な住宅密集地なんです。まあ、それでもないんですよ。もうどうしてもっていうところだけ、これ昔三本線だったと思うんですよ。間2本いらないでしょ。でしょ、こことここなしでもその間から落ちていく人いると思います？いないですよ。それはない、いくらなんでも。その辺のところエネルギーの残存量問題とかもありますんで、しっかりとした対応を、しましょう。僕は若い頃、1998年、石油の原石採掘可能埋蔵量、これ世界全体でですけども69年分、2011年のデータで残り59年分、ずっと先々まで掘っていく分計算入れて、数字出しています。2022年最新のデータで、残り54年分、ガスなんて残り49年分で、天然ガスの、7割以上は石油の揮発したものです。ガソリンというものは揮発するスピードがものすごく速いです。交通事故とかでガソリンが漏れているところを見たら分かると思うんですけども、数分と経たずに蒸発します。こうドバドバと、ガソリンが流れ出ていたとしてもですよ、これが本当の話ですので、地面の中で気化するんですよ。気化するのが早い。で、あと石油の採掘をするときに一緒にガスの採掘をしていると、これが現実ですんで、エネルギーの残存量問題の方が上ですんでね、ね、なかなか、ね、落ちる人いないと思いますよ。向こうね、ないでしょ。以上です。